どうも、はちっこ TV チャンネルのゆうきです。たけおです。さあ、はちっこ飯でございます。まあ今日久しぶりにね、最近はなんかこうパパパッとね、パパッとでもないけど、割と早いデザートだったり、ね、確かにあれだったりで、まあ久しぶりに料理っぽい料理を作ろうかなと。おー、こんなに難しくないやつね。すげえ。まあ、鶏肉で、まあ、どこの家庭にもあるであろう味噌。いやー、どこの家庭にもこの一流の味はないって。うさ、あ、言われちゃった。あとマヨネーズ、おー、これでちょっとね、味噌マヨ、鶏肉の味噌マヨ焼きでも作ろうかなと思ってまして。うまそう。今から作っていこうと思います。行きましょう。はい、カットですね。ここはですね、これは、ね、一番に買っちゃったからあれなんですけど、まあ普通にあのあれでいいと思います。唐揚げ用みたいなやつ、ね、カットされてるやつ。うんうんうん、こんなにもうね、めんどくさいんで、まな板の上でやっちゃいます。まあね、洗い物がね、そう増えたりするからね。こう揉むわけでしょ、ここで。はい、あ、もう美味しい。もう美味しいかな。ここが大事ですね。今回の肝的なところで言うと、ここが一番大事。負けないこと。味噌ね、大さじ2くらいかな。大さじ2杯。でもマヨネーズも同量。うわー、2。これ銀玉だとマヨネーズ足りないんですけど。あとサプー。これサプーでもいいしさ、これ場合によってはこれみりんでこれを溶いてもいい、ね、そう、みりんでいい。みりんが一番いいと思う。今ね、みりんを切らしてるんですよ、正直。てか、みりん買うね。ちょっとお酒、いいこと言ったね。いいこと言ったね。そう、あれもお酒、みりんで考えたんだ。ボリ殺しじゃなくて、うん、この、有機のストック。この、大さじ1杯くらいかな。確かに1で、大さじ1。うん、まあ、だいぶ焼けてきたので、うまそう。ここに、あー、それはうまいやつ。うーわ、これうまいでしょ。いや、もうしょうがせんよ、僕は。さっきのチャーハンって言うとしたの。あ、そっか。でも、え、これチャーハンの先に上がってるでしょって。当日はあるんですよ、裏側がね。裏側服でわかると思うんですけど、我々のもう大体同じ日に。いや、超うまそうじゃん。なにこれ。うまいよ、たぶん。これお好みで、あの、長ネギと一緒にやってもいい。そう、青ネギとかをすれば色合いとかもいいと思います。絶対うまいじゃん、これ。いただきましょう。いつも俺食べてる。いいんですか、もしよかったら。いただきます。いや、だってめっちゃうまそうだよ、これ。たけおくんがこれをやろうっていうのに、あれで、あの、もうすでにちゃんとあれをしてくれてるんですよ、リハを。いただきます。うん、まい。よかった。これ何でも合うよ、これ。酒のつまみとしてもいいし、飯としても、うん、おいしい。なんこれ。あ、おいしい。これ、これうまいよ。簡単だ。でも、うん、味噌2のマヨネーズ2、大さじね。うん、酒も2かな。で、砂糖は、うん、まあ、お好みかな。甘さ的に言えばあれだけど、美味しい。大体全部同じ分量で。なるほどね。まあ、割合で言うと1対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 1。いや、砂糖ちょっと1か0.5。うん、甘さ甘すぎてもね。まあ、これは作る人のうまっ。これはマジでうまいやつ。うまっ。やってほしいね。まあ、みりんなきゃ、さっきみたいに。あ、そうだね。酒と、まあ、砂糖で代用してもいいし、まあ最悪酒と、あ、砂糖と水でもいいと思うし。確かに、うまっ、うん、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。